おい、このクソガキ、おい、やってくれな、この野郎。おい、てめえみてえな、おい、クソガキに、さ、2回も負けるなんてよ、おい、信じられねえよ、おい、くそ、この野郎、おい、ふざけんな、おい、あれ2対1じゃねえのか、おい、俺にもセコンドつけさせろよ、おい、あれ卑怯じゃねえのか、おい、この野郎、TTD とか使いやがってよ、お前エディットレスラーか、この野郎、くそ、しょうがねえ、おい、俺の次の対戦相手分かるやついるか、おい、やっぱあれか、わかんねえか、おい、高橋ひろみじゃないとわかんねえのか、おい、よく予習しとけよ、この野郎、先生堂々来いって言ったのに、またか。おい、僕ら、あとだいぶや、オッケー、よかったぞ、首、あれな、ジャベ、めっちゃ効きました。もうそれよりは鉄パイパンふざけんなって、お前、ほんまに。効きました。まあでも、最後はがっちり決まった。4勝目。4つ目勝った。なあ。俺がスーパージュニア、27を優勝します。そして、俺が IWGP ジュニアのベルトも狙っていきます。そうそう。今日で半分やね、ちょうど。4勝。あと、あと4つやね。あと4つ、しっかり、一個一個、勝っていけよ、おい。もうあとはもう負けないように。負けないです。いかなかんな。がっちり。I will be the grand master。いけるいける。OK。いいぞ、ほんまええわ。そうそう。まあ、あとね、今日の試合も、まあ、同期みたいな、クソみたいな、あんなやつ相手にしてね、いい試合やったし、盛り上げた。しっかりと勝利してね、これでもう完全に、まあこのリーグ戦、最後まであいつがグランマスターになる道までしっかりと、俺サポートしていきますんで、このまま優勝を目指して頑張りましょうって、絶対いけるよこれ、あとは誰や、翔、あと石森、ヒロム、武士、全部行ってまいで、しっかりとあいつやったらできないことない、完璧に、TGD もマスターしてるしね、最後の自分の得意技 RPP、ね、あれもしっかり決まればもう何も言えないでしょ、もうしっかり最後まで見届けてやるから頑張ってくれって OK かな、よし、わーっと